はい、北浜のいぶし銀の時間です。年初第8回最初のゲスト、内藤証券投資調査部シニアアナリスト北原直美さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。おめでとうございますですね。ちょっと日経平均は少し弱くなって、売りで始まってますけれども、どうでしょうか2021年、はい、どんな相場になりそうだ。はい、やはり昨年大きく上昇したということもありますから、今年はその昨年の高値をもう一段こう上に超えられるかどうか、またどこまでの水準までいくかどうかを試す1年になると思うんですよね。はい、ですから、まあ、今年の相場、それを一言で表すと、はい、まあ、私は試すではないかなと思います。し、うん、はい、もちろん今年1年間の大局観は、はい、まあ、強気上昇基調トレンド、昨年の流れを引き継ぐという、うんうん、見方を持っています。ですから、はい、基本は押し目を拾うスタンスでよろしいと思うんですよね。そういうことですかね。はい、ただやはりその昨年の上昇の反動というのもありますし、ある程度今年からその先を期待してすでにこう買われた銘柄もね、うん、出てきておりますので、うんうん、さらにその一段こう上に行くためにはやはりハードルもね上がってきますから、す、はい、その上昇力を試す一年になるんじゃないかな、こんなふうに思っております。上昇力、相場の、まあ、力強さを力強さ試す年になるということですか。はい、まずそれで、まあ、振り返りですね、これね。そうですね、はい、日経平均は 16%、はい、トピックス 5%、 過去20年間で日経平均が8番目の上昇率、うん、トピックスでいうと11番目ということで、はい、上昇したこうイメージとなんかこうパーセンテージ数字にギャップがあるなと思う、はい、なんかこう肌感覚でこう違うんじゃないかと思う、ね、そうなんですよね、方もねいらっしゃるかもしれませんね。まあ、これ例えば3月の安値から12月の年初来高値までで計算すると日経平均はなんと 67%、67%、はい、トピックスは 47% ですから、はい、やはり昨年の相場は、まあ、そのこう大きなパーセンテージがこうやっぱりこう投資家の、ね、こうイメージ、値覚えというところにこう一つこうインプットされていると思いますね。昨年末、まあ、前年末比で比較すると大したことはないんだけれども、3月安値から見るとすごい上昇になった。すごいんですよ。ですからもうその、ね、勢い、ハードルというのが、ね、はい、今年はこう、まあ、試される年になると思うんですが、じゃあ足元1月はどうか。はい、1月、はい、はい、これが過去10年間ですね、はい、10年間で見ると日経平均株価、トピックスともに、まあ、なんとか勝ち越しているんですよね。マイナスが3回ですか。マイナス、そうですね、で日経平均が4回ですかね。そうですね、はい、日経平均4回で、やっぱりこの過去10年間の1月の上昇率で一番こう際立っているのが2013年ですよね。この2013年でその前年の、ね、12月に第二次安倍政権が発足してデフレ脱却とか、ね、こう持続的な経済成長をこう掲げる施策を出しましたから、そういったことをこう期待してボーンとこう大きく上がりました。アベノミクスの、アベノミクスの、ね、そうでしたね、スタートのところですね、はい、で14、16とこう大きく下がったんですよね。新興国通貨の下落とか、まあ、世界的な景気の減速、はい、あとは思い出すと日銀のマイナス金利導入などもありましたね。あ、はい、まあ、そういったこともあって、まあ、徐々にこう回復基調にあって株価が上昇基調になって、はい、じゃあ今年はどうかということなんですが、まあ、今ね足元再びコロナの、ね、感染の拡大、こういったことは、ね、一つこう不透明要因、懸念材料としては、うん、あるかもしれません。ただこう相場の地合い全体で見ると、うん、主要国の金融緩和は継続しておりますし、はい、その影響で転機にも続いております、うん、株式相場にこうお金がこう入りやすい地合いというのは続いておりますから、うん、そういった意味では1月も、まあ、昨年12月の終わり値を超える、まあ、素地はあるんじゃないかなというふうに思っています。この1月も、この1月、はい、さらに高値を更新していく
そうですね、昨年の12月の終値が日経平均が 27,444円でトピックスが1,804ポイントですね。はい、はい、まあ、対局間の流れに乗って、まあ、1月、うんうん、まあ、終値ではこの12月の終値を、まあ、超えてもまあおかしくない試合が続いているんだろうと、こんなふうに思っております。はい、うん、そしてこれは業種別ですね。そうなんですよ。ね、まあ、なぜその1月こう勝率をこう伸ばせるんではないかというふうに考えたかといいますと、ちょっともう一度昨年に振り返りますけれども、昨年のその3月トピックスがこう年初来安値をつけた時から、12月の終わりまでの間、はい、一番こうトピックスの上昇に寄与した業種というのはなんと電気機器だったんですよね。これは1年間じゃなくて、あ、はい、これは3月の安値からの、はいはい、上昇です。はい、この、まあ、株価回復そして、高値、はい、に寄与した業種と銘柄と、はい、そうですいうことですかね。はい、でその電気機器の中でも個別でこう貢献した銘柄を見てみると、ソニーキーエンス、日本電産村田製作所、東京エレクトロン、これが上位5銘柄にこう上げられます。ソニーがトップなんですか。そうだったんですよ。こうやって見てみるとね、まあ、トピックスの寄与度にこう、ね、上昇したのはソニーだったんですよね。でこれ見ると、はい、まあ、電気機、やはりこの電子デバイスのこう部品に強みを持っている企業だったり、そうですね、あとはもう半導体の、ね、需要の拡大、はい、こういった流れに乗って、うん、もう主力の銘柄、うん、そういったテーマのど真ん中にある銘柄が買われたということがそうですね。はい、半導体、センサー、うん、電子部品、はい、うん、といったところ、あとは FA といった切り口ですかね。はい、そうなんですよ。最初情報通信の方が強いのかなと思ったんですが、もう電気機器の方が、ね、圧倒的なこう圧倒的に、ね、上昇の寄与をしておりました、トピックスのね。でやはりこういった今、はい、山本さんがおっしゃったようなそういった技術革新のテーマに乗る銘柄がこう上がってきてまして、でこういった個別銘柄のトレンドを見ましても、はい、まだ株価のこうトレンドの崩れは見られていないんですよ ね、うん、ね、上昇基調が継続しております。ですから、まあ、1月は、ね、こうしたこう銘柄のこの地合いをそのまま引き継いで、まあ、底堅く推移してくれるのではないかな、うんうん、こんなふうに見ておりまして、こういった銘柄が底堅いうちは、まあ、1月 の、 その勝率をこう伸ばすこう要因が、ね、うんうん、まあ、続くんじゃないかな、こんなふうに見ております。これ面白いですね。エレクトロニクスが飛び抜けてますけど、その他のこう2番目から、はい、ほぼに似たような上昇率になってますね。そうなんですよ。科学機械、情報通信サービス、データ出す以前のこの予想とデータ出した後のこの結果がこんなに乖離しているのかという、そうですね、ぐらいのちょっとこうインパクトのある結果となりました。はい、やっぱり昨年そのコロナ以降は、うん、エレクトロニクスの時代だったというところですかね。そうですね、ね、そういうことが言えるんですよな。景気の後退なんかもね、危ぶまれる時期もありましたけれども、技術革新の波は止まらなかったと、はい、こういうことなんだろうと思います。そして、年間の相場想定ですか、これは。はい、今年1年間の日経平均株価の見通し、私はまあこんなようなイメージでいくんじゃないかなというふうに思います。この1、2月はですね、そのコロナの状況、それからね、まあ、大統領がこうね、アメリカの大統領選のね、はい、まあ、ちょっとまだ混沌としてますけれども、新しい大統領のこう、まあ、演説の内容にもね、まあ、注目したいんですけれども、まあ、そういったこともあって1、2月は、まあ、大きくは、うん、上昇はまあしにくいんだろうというふうに思ってます。昨年の上昇の反動と、うん、まあ、昨年の年初来高値をこうちょっと上回る程度なのかなというふうに思います。で一旦こう、はい、利益を確定する調整に入って、うん、まあ、3月からこう4月頃にこう一旦こう調整局面を迎えるのではないかというふうに思います。はい、でもその時でも
これまで何年間も日経平均の上値抵抗の水準だった2万4000円は割らずに、うん、はい、まあ、比較的底堅く推移するんだろうと思います、はい、でその後ですね、まあ、コロナワクチンの普及がこう現実化してきたりとか、うん、あとは22年3月期の企業業績への期待、まあ、決算発表のね、本格化する、あ、そうですね、まあ、直前ですからね、でそういったことを期待してこう株価が年王に向けてこう上昇に向かっていくと、あ、2万8500円から2万9000円、はい、で今のところ、まあ、2万9000円あたりが、まあ、今年の高値になるのではないかなというふうに思います。そうですか。でさらにもう一段上に行くためにはですね、やはり一つ注目していきたいのが、アメリカの長期金利の動向ではないかというふうに思います。はい、長期金利の動向、はい、はい、あの今あのドル安が、ね、続いてますよね、うん、主要国の通貨に対してこうドルがこう、うん、下落しているドル安の基調が続いてますけれども、はい、まあ、通貨の弱い債券って比較的売られやすいので、まあ、金利が上昇しやすいと、うんうん、まあ、ただアメリカの、ね、ドルは基軸通貨でもあるので、まあ、急に、ね、まあ、金利上昇にはなりにくいんだとはいうふうに思いますけれども、うん、まあ、急激なドル安が進んだ場合は金利が上昇してくる可能性もあると、うん、ですので、まあ、そういった金利が上昇してくると株価の上値を抑える要因にもなってきてしまう、うんうん、なので、うん、まあ、そこから秋からこう冬にかけての、まあ、見通しについては、まあ、金利次第ということで、金利次第クエスチョンマーク、アメリカの長期金利の動向次第、はい、にしております。あ、これでクエスチョンマークがついてますけれども、うん、そうすると2万9000円例えば、まあ、年王に2万9000円の高値をつけた後そこを年末に抜けるかどうかは何とも言えないというのが今の、はい、はい、見通しですか。ただ、まあ、希望的観測を申し上げればその脱炭素とか、自動車の EV 化 などとい こう、うん、大きな、ね、官民挙げた投資テーマもありますから、自動車関連はこう 業界の裾野も広いですし、日本 の、ね、その高い技術が再び、ね、こう注目されてきて幅広い銘柄に物色が広がってくると、うん、もう一段高というのも、ね、うん、可能性としてはあるのではないか、こんなふうに見ております。ああ、そこは一つこう見ておきたいなと思います、ね、技術革新等々やっぱり、うん、あの景気経済に対する信頼感が戻ってくるようになればということなんでしょうかね、はい、日本株、ね、そのあたり考えてます。3万円はどうですかね。3万円言ってほしいですね。それこそ3万円をこう試す、試す、そういう意味での試す、試すということでしょうかね。そこもそうします。はい、わかりました。はい、北浜の指宿、内藤証券の北原さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。